では、マヤとサブスタンスペインターを使用したテクスチャのベイク処理について動画にまとめたいと思います。まずはマヤを開いています。バージョンとしては2023ですが、基本的に2020以降ぐらいであればすべて同じ作業になります。また、サブスタンスペインターの方は、もうすでに Adobe の仲間に入ったサブスタンス 3D ペインターを使っています。こちらは最新のバージョンかなと思います。 はい、じゃあ、えー、サンプルファイルを開きます。ファイル、えー、シーンを開くサンプルファイルですね。まあ、配布済みの、えー、ローポリウェポンアンダーバーサンプル、こちらを開きます。はい、このようなシーンになっています。えー、と今、非表示にしているデータが、まあ、2つですね、えー。プラスアルファであります。 で、表示されているのが1つといった構成になっています。じゃあ、まあちょっとデータを確認してみたいと思います。非表示になっているデータを一度表示しましょう。H キーが表示のショートカットになります。で、このオーナメントと書かれたものと、ナイフハイと書かれたもの。これらは、ちょっと一旦分かりやすいようにしますが、えっと、両方とも隣にずらすと、 少し作り込まれた、えー、この武器モデルになります。はい、ちょっと石をずらした場合は、えー、戻しておきます。はい、じゃあちょっと確認したので非表示にして。で、一方、最初から見えていたモデルというのは、えー、こちらですね、まあ。かなりローポリで、えー、作られた武器のモデルになります。で、先に、えー、これからやりたいことを説明すると、えっ、ー、と、まあ、こちらの えー、ディテールこの辺の凹凸とか、この辺の凹凸とか、角のこのベベルとかっていう、えー、ディテールのみ、えー、ローポリーモデルに、えー、テクスチャーに焼き付けて、でローポリーモデルの方に、えー、そのテクスチャーをアサインした時、えー、ときに、凹凸情報などといった、えー、ディテールを見せるようにすると、えー。そういったことをしていきたいです。はい、で、えー、その手続きが、えー、っと、 サブスタンスペインター、そしてマヤを使うことで、えー、可能になるということですね。まず必要なデータとしては、えー、整理をしますが、ローポリモデルですね。でかつ UV 展開されたものになります。これが1つ目の必要なデータですで。2つ目の必要なデータとしては、ちょっと一度、ローポリモデルの方は非表示にしますが、えー、こちらですね、えー。ハイポリモデル。ディテールを彫り込んだ。 まあ作り込んだモデルになります。ポリゴン数はですね、まあ無限と言ってもいいと思うんですけど、えー、ローポリモデルよりもたくさんのポリゴン数が割かれています。でかつ、えー、UV はですね、展開する必要はありません。まあ、形の情報だけあれば問題ありませんので、UV 展開しておりません。はい、じゃあデータの確認とこれからやりたいことの確認でした。えー、じゃあですね、えー、っと、ベイクの機能をですね、一度使ってみたいと思います。では、 えー、ローポリモデルのオブジェクトを選択して、ファイル、えー、選択項目の書き出しを実行します。で書き出し先はですね、えー、皆さんにお任せしますが、書き出しておきます。まあ、こちらではもうすでに書き出してあるので、えー、ちょっと割愛しますが、書き出し先のフォルダを指定して、えー、ファイル名に、まあ、何でもいいと思うんですが、語尾にですね、えー、ロー、 アンダーバーロー。青文字でも小文字でもどちらでもいいのですが、えー、分かりやすいように名前つけておきます。で、えー、ファイルの種類というところは FBX エクスポートを指定します。これで選択項目の書き出しを実行しましょう。じゃあ書き出しができましたら、えー、同じ手続きを踏んで、ハイポリモデルの方も、えー、書き出しを実行します。で一度、えー、ローポリモデルの方、このことですね。このモデル。 を非表示にしておきますでハイポリモデルの方を表示します、えーまあ、ローポリモデルもハイポリモデルも、えー、どちらもなんですけども、えー、オブジェクトが複数に分かれていても問題はありませんでは、まあ、アウトライナーから、えーまあ、もしくはこちらビューポートから、えー、ハイポリモデルになるモデル全てを選択ローポリモデルは選択していません ハイポリモデルの選択を完了したら、ファイル選択項目の書き出しとたどって、任意のフォルダに保存をします。で、こちらのハイポリモデルの方は、アンダーバーハイと語尾につけるようにしてください。これも大文字でも小文字でもどちらでもいいです。そして、ファイルの種類は FBX エクスポートにしておきます。 以上確認したら選択項目の書き出しを実行です。そうすると weapon underbar high FBX、weapon underbar low FBX という2つのデータがですね、できるはずですね。はい。じゃあ、マ、え、ヤ、ー、の方の表示しているモデルは、えー、ロ o w p モデルの方にしておきましょう。こちらのマヤのデータはまた後ほど使いますので、一旦このまま開いておきます。 で、えー、ここから使うデータとしては、このローポリモデルの方になります。ハ、は、イ、い、ポリモデルは、えー、FX データが取り出せれば、それで終了です。では、えー、サブスタンスペインターを立ち上げます。サブスタンスペインターで、えー、そのテクスチャーのベイク処理を行ってみます。じゃファイル、えー、新規とたどり、えー、ファイルの右側の選択をクリックします。 はいでえー、保存しておいた FBX ファイルを開くんですが、ここで開くのはローポリモデルです。weapon-low-fbx ーーを開きますで、えー。以下、特に変更はありません。えー、OK を押します、はい。読み込みができました。えー、ローポリモデルですね。でこれ一応、ポリゴンを確認したい場合には、えー、左側のバーのここのアイコンを押します。 えー、赤い線でですね、えー、ポリゴンが確認できます、えー。ローポリモデルが読み込まれていることは分かりますね。えー、それからですね、えー、っと、これはちょっと細かい点なんですけど、えー、このエッジの見え方。このエッジの見え方がカクッと出ているところと、えー、割とスムーズに見えているところがありますね。これは事前にこのサンプルデータの方で、えー、その辺の処理をしておきました。 でもし、えー、自分のオリジナルのモデルで同じことを実行したいと思うのであれば、えー、エッジの処理をですね、えー、決めておかないといけません。例えば、ここのエッジを格付かせたいのであれば、メッシュ表示、ハードエッジ。とするとここがカクッと見えるようになります。まあ、逆に、格付かせたくない、スムーズに見せたいのであれば、メッシュ表示、えー、ソフトエッジ。としておかなければいけません。これは結構忘れがちなんですけども、えー サブスタンスペインターでテクスチャーをベイクする際に、えー、その線も出てきてしまいますので注意してください、はい、じゃあ読み込みが完了しましたので、えー、ベイクの手続きを行っていきます、えー、右側のテクスチャーセットの設定という、えー、ウィンドウを開きますテクスチャーセットの設定ですねで、えー、下の方にスクロールするとメッシュマップをベイクというボタンがありますこちらを押します じゃあこんな画面が出てきます。えー、これはベイクするためのウィンドウになってます。でえー、簡単に説明をすると、えー、テクスチャセットのリストというのは、まあ、アサインされている、えー、マテリアルによってこう分かれてくるんですが、今回1個のマテリアルしかアサインしてないので、えー、ランバート1という、まあ、マテリアル名が入ってますで。それが1つということですね。でえー、と左下のマシメッシュマップベイカー。えー、こちらはまあ必要なものにチェックを入れるんですが、す、え、べ、ー、てデフォルトのままでいいです。 で、えー、メッシュマップ設定というところですね。まあ、こちらが、まあ、あのー、細かい設定をする、えー、ウィンドウになるんですが、まず出力サイズ。えー、こちらを2048にしておきます。<laughs> まあ、ベイクスルテクスチャーのサイズの指定です。2048にしておきます。で、えー、次に、この高精細メッシュと、えー、小さい字で書かれている右端の、えー、このレポートのアイコンですね。こちらをクリックします。えー、そして、 用意しておいた、えー、ウェポンハイ、アンダーバーハイ、FBX、ハイポリモデルをここで選択します。開くを押して、えー、読み込まれました。で、基本的に、えー、これだけです、まあ。読み込みができてるなと、えー、ちゃんと確認をしましたら、テクスチャーをベイクを押して、はい、えー、ベイクが実行されます。はい、で、えー、っと、もう一個。 まあ大事な点なんですけども、えー、オブジェクトは同じ位置にないと正しくベイクされません。例えば、こんな感じで離した状態で FBX エクスポートしてしまうと、えー、位置が違ってですね、情報がベイクされませんので気をつけてください。同じ位置にしておくというのが、えー、ポイントになります。えー、じゃあ、ベイクが完了しましたので、えー、ペインティングモードに戻るを押して、はいえー、このペイントの状態に戻りましょう。えー、そうすると、 まあここにですねえ、凹凸が入っていることが確認できるし、まあ、この角のところもですね、削れたような、えー、情報が確認できるんですけども、えー、とポリゴンの表示を、まあ、しておいているので、分かる通り、えー、ローポリモデルなんですね。まあ、この凹凸情報が焼き付けられたっていう状態が作れました。えー、で、このあとですね、あの マテリアルなんかを、えー、組み立ててテクスチャをエクスポートすればこの凹凸情報まあノーマルマップのことですけどノーマルマップも一緒に、えー、書き出すことができますはいここまでで、えー、テクスチャのベイクについては、えー、以上という感じですねでそこから、えー、ID マップと呼ばれる、えー、とハイポリモデルの、まあ、V によって、えー、ちょっとマテリアルをですね簡単に振り分けたいみたいな場合について、えー、ちょっと手順を 話していきますじゃあ、えー、一度ですね、えー、非表示になっているもの表示になっているものを切り替えますエローポリモデルを非表示にします <laughs>、えー、ハイポリモデル2つこちらを表示しておきますでちょっと今回は説明のためなので簡易的にいきます、えー、ハイパーシェードを開きますで適当なマテリアル2つを当てます で、ランバートマテリアルがですね、えー、いいと思います。まあ、適していないマテリアルもあったりするので、ランバートマテリアルをお勧すすめします。で、ランバートマテリアルを新しく2つ作成します。1つは、えー、レッド。アンダーバーマテリアル。えー、そして、えー、もう1つは、ブルー。ブルー、アンダーバーマテリアル。 はい、と分けました。え色をですねちょっと先に決めちゃいますかねレッドマテリアルの方は、えー、カラーを赤にえブルーマテリアルの方はカラーを青にしておきますえ次にえハイポリモデルを、えー、この色分けしていきたいと思います <laughs>、えー、このナイフはい、と書いてあるモデルがありますねこちらをじゃあまあどちらでもいいんですけどじゃブルーに指定しますじゃ次に えーっと、一度、このハイポリモデルの、なんだ、今、青色に指定したモデルを非表示にして、えー、っと、この辺のですね、オーナメントモデル、まあ、凹凸になっている、えー、この辺のモデルをビューポート上から全て選択します。はい、そして、えー、レッドマテリアルにアサインします。はい、えーじゃあ、 今非表示にしておいた、えー、青いモデルですね、えー。こちらも表示しておきます。こんな感じな状態になればいいです。<laughs> じゃあ、マテリアル、あハイパーシェードは閉じておきます。じゃあ再び、えー、ハイポリモデル2つですね。こちらを再度書き出します。えー、ファイルの中の選択項目の書き出し。で、えー、書き出し先は任意のフォルダーになります。 でここで書き出す、えー、名前なんですけど、えー、ウェポンアンダーバーハイとつけてしまって問題はないです。ただ、ちょっと説明のためにですね、えー、今回はウェポンアンダーバー id という名前にしておきます。まあ、あの先ほどこっちで読み込んだハイポリモデルの方はあのー、特に維持している必要はない。上書きしてしまって問題はありませんが、説明のために id という別名にしておきます。えー、f、B、x エ x スポート というファイルの、えー、種類に指定をして書き出しを行います。これもですね、えー、事前に書き出しておいているので、ここにあります。えー、じゃあ、1からですね、えーと、やってもいいんですけども、ここから、えー、データを更新することが可能です。じゃあ、えー、サブスタンスペインターでそのデータ更新をやります。えー、テクスチャーセットの設定に入ります、えー。そして、メッシュマップをベイクを再び押します。 じゃあ、このウィンドウが開きますね。で、一度、えー、ここ、高精細メッシュと書かれた隣に、えー、先ほど読み込んだハイポリモデルのデータが入ってるんですけど、これを選択して、マイナスボタンを押します。まあ、これで一旦取り除かれます。で、えー、再度、えー、高精細メッシュの右端のレポートボタンを押します。えー、そして、weapon アンダーバー IDFX, FBX。ID F x F B x もしくは上書きした場合は最新のですね FBX を選択して選択して開くを押しますはいじゃあテクスチャーベイクを行いますはいベイクが完了したのでペインティングモードに戻ります、まあ、一見変化はないんですけども、えー、一つですねこの ID と書かれたここ 1>, えと1個プラスアルファでデータが読み込まれました。まあ、読み込まれたというか、えー、ベイクされました。えー、これでまあ ID マップを読み込んだので、えー、色分けが可能になっています。じゃあ、レイヤーに一度切り替えてで、その色分けのちょっと使い方をですね簡単に説明します、えー。左側のウィンドウのアセットの えーとこのカテゴリー、これがスマートマテリアルだったと思うんですけど、まあ、カテゴリーを開きます。で、えー、何でもいいんですけど、えーまあ、じゃあ鉄のマテリアルを、えー、レイヤーの方にドラッグアンドドロップします、はい。鉄のレイヤーがですね、えー、読み込まれました。で、えー、先ほどの ID マップの使い方なんですが、えっ、ー、と、 まあいいか。はい。じゃあ、こちらの、えー、グループの上で右クリック、えー。そして、えー、っと、カラー選択でマスクを追加を押します。えー、そうすると、プロパティのウィンドウ内に、えー、何か情報が出てきます、えー。カラーを選択というボタンを押します。 そして、さっき色分けをした、まあ、ちょっとあのデモでやった場合と、あの色逆になっちゃってますけども、事前に書き出しておいたので、まあ、あの分かれてれば何色でも問題はないです。で、えっ、ー、と、まあ、広い面積の方をクリックします。はい。そうすると、この ID マップの色情報を取得して、えー、指定をした色の部分だけを囲うマスクがですね、作成されます。まあ、同様の手続きで、 えー、じゃあ、もう一個ですね。マテリアル追加して、右クリック、えー。カラー選択でマスク。カラーを選択。で青色を今度はピック。といったようにすると、この部分にだけ色が入ります。まあ、こんな感じで、えー、と手書きで,です、ね、マスクを書いていくよりも、ずっと楽に、えー、マスクを読み込めますので、えー、かなり便利な ID マップでした。 で、テクスチャーを書き出したい場合はファイルテクスチャーを書き出しとたどっていきますね、はい。で、ちょっと話が戻るんですが、えー、ハイポリモデルをちょっと一度、まあ、色分けもされてますが、えー、非表示にして、ローポリーモデルを表示します。で、ここから、えー、とサブスタンスペインターがから、えー、書き出されたテクスチャーは、ちょっと今はやらないんですけども、えー、テクスチャーのアサイン先としては、えー、とこのローポリーモデルになります。 このローポリモデルは UV 展開されてますので、テクスチャーを書き出してあの、テクスチャーをアサインしたときにしっかりとですね、データが表示されるようになります。なので、このローポリモデルに対して AI スタンダードサーフェイスなり、また他のマテリアルをアサインして、テクスチャーを読み込むというようにすれば、こちらでですね、作成をしたディテールとあの、ま、マテリアル分けなどなどを行ったテクスチャーが、 こちらのローポリモデルの方に反映されるという仕組みでした、えー、ではデクシャベイク、えー、マヤとサブスタンスを使用したベイクについての、えー、説明を終了します